須藤智之は、日本の政治家、元教諭、元大分県由布市長、大分県庄内町出身、大分県立大分上野旧高等学校卒業。1966年3月、大分大学学芸学部卒業。同年4月、国語教諭として、中学校に赴任する。1999年2月、庄内町長に就任。2003年、 二期目の当選。2005年10月1日、大分郡ハ間町、庄内町、湯布院町が新設合併して、湯布市が発足。これに伴って10月30日に行われた湯布市町選挙に出馬。ハ間町長の佐藤しげ湯布院町長の佐藤あきら将来三人の候補者を破り初当選を果たした。2009年、無投票で二期目の当選。 2013年の市長選では自由民主党の推薦を受けた元市議を破り3期目の当選を果たした。2017年の任期満了に伴う市長選挙には出馬せず引退する意向であることを取材で明らかにし副市長を務めていた相馬村長を後継者に促し出馬させている。なお、2017年10月22日に投開票が行われた市長選挙では 相馬が当選を果たしている。ありがとうございます。